オーダー受けたまりました。サンジを仲間に加えたルフィたちはメリー号と共に姿を消したナミを追って彼女の故郷ココヤシ村を訪れていた。かつて戦災孤児だったナミは元海兵の養母ベルメールによってこの村で大切に育てられた。しかし突然現れた魚人海賊団によって幸福な日常は一変する。魚人海賊団を率いるアーロンは村の人々に上納金を要求し、金を払えなかったベルメールを見せしめに殺害したのである。幼くして養母を失ったナミはアーロンと交わした1億ベリーで村を解放するという約束を信じ、魚人海賊団の測量士となった。村を救うため一人で戦うことを決意したナミ。以来海に出ては海賊たちから宝を奪い、ついに約束の1億ベリーが目前となるが、もう少しだよ、ベルメールさん。もう少しで、何もかも帰ってくる。ココヤシ村も、みかん畑も、私の夢も、長かったけど、1億ベリーまで、残り、あと700万ベリー。今の私なら、あと1回後悔すれば、必ず手に入れられるはず。あと、たった一回の後悔で、すべてが返ってくる。すべて報われる。アーロンから解放されるんだ。ベルメールさん、そしたら私、やっと、心の底から笑えそうな気がするよ。おお、どうした我らが有能なる測量士よ。血相変えて。あんたが手を回した海軍が、あたしのお金を奪いに来たわ。どういうことよ。お金の上の約束は、死んでも守るんじゃなかったの。守るぜ。俺がいつ約束を破った。とぼけるな。お前が海軍に私の金を。俺が約束をいつ破った。言ってみろ。シャーク。ルフィ、何を。何も知らないくせに。うん、知らねえ。あんたには関係ないから。島から出てけって言ったでしょ。ああ、言われた。ルフィ、助けて。当たり前だ。行くぞ。
出てこい。なんだあいつ。俺たちにはかなわねえのか。村の連中やべえな。あっちを片付けとく。ナミさんを泣かせるような奴らは一匹残らず下ろしてやるぜ。暑苦しい野郎だな。俺は司令塔の役を引き受けるぜ。先方はお前らに任せたからな。行くぜ。パークはこっちだな。何言ってんだゾロ、反対だぞ。こっから見えてんのにどうしたら間違うんだよ。まいったね。どうも、俺はとんでもねえアホの一味についてきちまったらしい。だがまあ、レディーを傷つけるようなクソ一味より100倍いいから。情報たちよ、人間どもに巨人がどれだけ優れた種族か教えてやれ。やつら水路を使って移動してんのか。これじゃ手が出せねえぞ。水中で呼吸もできねえとは哀れな生き物だな。なんちゅう強さ。ナミはかわいそうだと思うし、力を貸してえ気持ちは山々なんだが、死ぬのはちょっとパスだ。このままトンズラこかせて。みっともねえ。今ここで全力で戦わなかった俺に、あいつらと同じ船に乗る資格なんてあるはずねえ。男ウソップ逃げるわけにはいかねえんだ。見てろよ、俺は戦うぞ。嘘じゃねえ、本物の勇敢なる海の戦士になるために。もうのんびりと楽しいだけど、快速ごっこは終わったんだ。おお、頼もしいな。実は向こうに水路の水を止めるスイッチがあるんだな。よ
き受けた。行くぜ。あいつ一人で大丈夫かよ。これで先に進めそうだ。行くぜ。行ってろクソども。海賊の血を引いている誇りにかけて無様な戦いができるか。デサワーカウント。何しに来た。あんたを殺しに。殺しに。シャーお前が俺を何度殺そうとした。結果俺を殺せたか。俺はこれからここにいるお前以外の人間を全員ぶち殺すことになるわけだ。お前がまた俺たちの仲間として海図を書くというなら、ここやし村の連中だけは助けてやってもいい。ナミ、お前は俺の仲間か、それともあの海賊どもの仲間か。そんな、ルフィたちの仲間だといえば全員が殺されて、アーロンの仲間だといえばみんな助かる。私の一言でみんなが。でも私は助けてくれると言ったあいつらの言葉を疑いたくない。ごめんみんな、私と一緒に死んで。
成功したところで貴様らの運命は微塵も変わりゃしねえぞ。敵の援軍が止まらない。リクロを使って裏から攻めるのよ。よし、援護は俺に任せろ。村の連中を守るのを忘れんなよ。何がしていいのかはわからねえけど、あいつらに勝手な真似はさせるな。アーロンさんが相手をするまでもねえ。俺が片付けてやるぞ。行くぜ。よし、行くぜ。
助かった。行くぜ。
これで足場は固まったな。ぼちぼちアーロンをぶっ飛ばしに行こうぜ。ベルメールがナッチャンをかばって死んでから8年、ついにここまで来た。アーロン、ナッチャンは俺たちを救うためにずっと一人で戦ってきたんだ。これ以上背負わせることはできない。村人全員、いつでも戦う覚悟はあったんだ。やるぞ。おお、今度は俺たちがナッチャンのために戦うんだ。勝てなくても俺たちの意地を見せてやる。見てて、ベルメルさん、私必ず村のみんなを自由にしてみせるから。3つあるの。全部壊さないと中には入れないわよ。俺たちが敵を雑魚どもを食い止める。この間に何とかしろ。やめ、敵をぶち殺せ。よし、一つは俺に任せろ。もうダメだ。遅えぞ。俺を殺す気か。ウッド天使、ウッド天使、よっなら気をつけろ。よっしゃ、ウッド天Thank you.
スイッチを一つ壊したぞ。やるわね、ウソップ。私も頑張ってみる。もうサチ。さあ、奴らを倒して進むわよ。もうサチ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 。行かせねえぞ。
り。ってのはどいつだ。アーロンってのは俺の名だが。俺はルフィ。そうかルフィ、てめえは何だ。海賊。海賊が俺に何の用だ。てめえは一体。血の公開しよう、泣かすなよ。俺はお前をぶっ飛ばしに来たんだ。行くぜ。おざき、加藤主族。俺と決めらちゃ、生まれた瞬間からすでに次元が違うんだよ。もういい、小細工はなしだ。バカで非力で愚かな種族が人間だ。てめえに何ができる。何もできねえから助けてもらうんだ。俺は剣術を使えねえ、崩壊術も持ってねえし、料理も作れねえし、嘘もつけねえ。俺は助けてもらわねえと生きていけねえ自信がある。シャてめえの不甲斐なさを全面肯定とは歯切れのいい男だ。てめえみてえな無能な男を船長に持つ仲間たちはさぞ迷惑してるんだろう。そんなプライドもクソもねえてめえが一線の船長の器か。てめえに一体何ができる。お前に勝てる。痛くもねえあいつの居場所なんて俺が全部ぶっ潰してやる。見てろクソども、振り乗るな。たかばかてめえらごときに落とせるアーロンパークじゃねえぞ。行儀は悪いな。三刀流ゴムゴムのキャノン。よし、
ぎが悪いな。殺三刀流ゴムゴムのキャノン。よし、やっとあいつを助ける方法が分かった。こんな部屋があるからいけねえんだ。痛くもねえあいつの居場所なんて俺が全部ぶっ壊してやる。次乗るのに黒刀種族だ。ゴムゴムのけど、やっとみんな自由になれた。ほほー。